じゃあやってみるか。我が家には愛猫が2匹います。この子たちに喜んでもらうには何をしたらいいですか？めちゃくちゃ出てくる。嘘。すっごい長いんだけど。じゃあちょっと読み上げるよ。うん。5つ出てきたんだけど。うん。なんか猫は遊ぶことが大好きですので、彼らを喜ばせるには遊びを提供することが重要です。ほう。で、今読み上げた5つのアイディアを、なんか箱がねえか。箱、もう今何も余ってないっけ、うちに。うん。他にないですかって聞いてみよう。その他にアイディアはありますかって聞いてみよう。うん。すごい。はい、もう少しアイデアを提供します。だって。ほほ。一瞬で参加してくるの？でも文章相当長いからだ、これ。嘘。また5個提案してくれた。読み上げるよ。うん。風呂？バスタイムは多くの猫は水が嫌いですが、一部の猫は水遊びが好きです。猫が水を楽しむかどうかは答え差があるので、無理強いせず少量の水で遊ぶようにしてください。へえ。でマッサージを猫用の音楽流しながらやるか。猫用の音楽、例えば なんか教えてくれるのかな。猫用の音楽でおすすめはありますかって聞いてみる。うん。出てきた。マジで、うん、著作権フリーのやつありますかって聞かれるから。YouTube にするなら。この中で著作権フリーのものありますか。もうすごい。申し訳ありませんが、私たちは音楽の著作権情報を把握していないため提供することができません。だからインターネット上には著作権フリーの猫用音楽も存在していますって。著作権フリーの音楽を流す際にはクリエイティブコモンズのライセンスが適用されているかどうかを確認することをお勧めします。すげえな、マジすげえな。チャット GPT。なんだなんだってなった意外と興味持ったね。なんだなんだってなってる。気持ちいいね。おお、マジで。マジで。これちょっと魚のおもちゃとか買ったら喜ぶんじゃない？お、遊んだ遊んだ。
い。ちょんちょん。気になるね。面白いね。おー、教えてください。今、愛病が喜んでくれるおすすめのおもちゃを教えてくださいって言ったら、うん、猫にとっての理想的なおもちゃは狩猟行動を模範するものです。模倣、パズルおもちゃ気になるから、なんか具体的に、パズルおもちゃ、猫にとって物を探し出す遊びはとても楽しいものです。パズルおもちゃでおすすめの製品はありますか？お、いくつかおすすめのパズルおもちゃをご紹介しました。マジで、うん、それ、その中のやつちょっと調べて、もし買えそうだったら買ってみる。ね、おもちゃ届いたよ。あ、で、この中に入れたりとかかな。結構掘るの興味津々やね。でもそうだね、草に来た、草に来た。掘るの場所に入れたり。お、偉い偉い、すごいすごい。すごい、すごいすごい、見つけた。うん、じっと見てるね。学んでるかな。あれ、ハサミは、ハサミ気になるんじゃない、ほら。ダメか。ほら、もうなんかいまいちなんか反応が。愛病がキャットタワーに設置したハンモックを使ってくれません。どうしたら使ってくれますか、うん、聞いてみるよ、うん、もうすごい提案してくれました。そう。すごいね。なるほどね。てかよく猫のこと分かってるね。ねえ、すごいな。どうやってそれ、その答え出してきたの、マジで。結構コメントでもさ、似たようなアドバイスもらってたりしたもんね。すげえな。すごい。快適性っていうのは多分その布を追加するとか多分これ大丈夫だもんね。うん。まあ、で、あとは時間をかけてたもんで。うん、一概もありかもね。低ければもう直接そこにピョンって乗れるみたいなね。おお、ほら、なんかある。うまいうまいうまい、上手に取るね。すごいな。おおおお、いいねいいねいいね、上手上手。やっぱちょっとしなるのが怖いんかな。ぐにゃーんって。おおおお、いいじゃんいいじゃん、ほら。おお、マジで、うまいうまいうまい、上手上手上手。あ、でもなんか入りそうな。ね。お。
上手上手、すごいすごい。うまいじゃん。やっぱ全身割るか。ね。お、折るのいいね。折るもうなんか乗れること分かってそうだな。うん。前足だけだけど。うん。なんかそのうち入りそうな気するんだよ、これ、ホルモン。ホルモンいけそう。うん。じゃあ、もう一個だ。ね、すごい。めっちゃかわいい。かわいい。めっちゃいい顔してる。いいね、あったかいよね、ここ。あ、出てきちゃうか。いか、構いすぎとるか。出てきちゃった。ささみも入るかな。ね、取るのこんだけ見本見してくれたら入りそう。ねえ。ここマッサージが成長している。チャット GPT に愛病に喜んでもらう方法を聞き、実践する様子を YouTube 動画にしました。この動画につける面白いタイトルをいくつか考えてください。はい。聞いてみるよ。うん。元野良猫のささみという YouTube チャンネルを知っていますか？回答きた。申し訳ありませんが、私は YouTube チャンネル元野良猫のささみとホルンについて知りません。ただ私は多くの情報を持っていますので、他に何かお探しのものがあればお知らせください。チャット GPT に愛病に好かれる方法を聞いてみた結果、このタイトルをもっと面白くなるよう考えてください。愛病からの愛情攻撃を受け止めろ。チャット GPT が実践した驚きの方法とは。それどういう分かんない。めちゃめちゃ攻撃的な内容やな。